こんにちは、土井と言います。この動画ではソムリエの3次試験サービス実技に対して動画を撮らせていただいています。参考になればと思いますのでよろしくお願いします。で、実際にサービス実技の内容に入る前に、注意点を3つお伝えしたいと思います。実際当日に私が実際に受けて、感じた注意点になります。で、1つはこれは当然なんですけども、時間配分なんですが、時間は7分間です。で、練習の時は私は6分間で練習をしていました。で、試験当日も、ちょうど6分間で終わったと思います。で、残りの1分間ぐらいは時間が余ったかなという感じになりました。まず1つが時間配分です。で、2つ目は、これ配置、先ほど作ってみたんですけれども、試験当日の配置っていうのはですね、私の時は2020年の時は、試験官が向こうに3名いらっしゃいまして、でそのテーブルを囲むようにこの字型で受験者が受けるテーブルがありました。で、こちらに2人で、正面に2人で、こちら右側に2人並んでいる感じです。で、私は試験官の真正面のこの席にいました。で、ここに1つ小さなテーブルを置いているんですけれども、自分の作業スペースもこれぐらいでした。で、試験官が目の前にいらっしゃるので、サービス実技はもちろんお客様に対してのサービス実技になるので、しっかりと試験官の目を見て伝えられているかどうかというのは非常にやっぱ重要かなというふうに感じました。試験官も、もちろんメモをしながら見ているわけですけれども、ずっと、僕の女性の試験官だったんですけども、ずっと僕の目を見ていたので、お客様と従業員スタッフとしてのこの関係性っていうのはちゃんと理解してやっているのかなっていうのを、採点してたのかなっていうのをちょっと感じたので、しっかりと試験官の目を見ることで、話すこと、伝えることっていうのは重要かなと思います。で、もう一つがですね、私の時は6名受験者がいたんですけれども、で、グラスとかデキャンターが、テーブルがこの後ろ側にまとめておいてあります。で、同時にもちろんスタートをするので、結構その、トレンチ、トレーを取りに行くとかグラス取りに行く時に結構混み合います、ここが。その時に自分が先にっていうような感じでやるのはあんまり良くないかなっていうふうには感じました。結構混み合うので、譲り合いといいますか、そういったスマートさも重要なのかなと思いました。なので、バタバタはしますけれども、そこは焦らずにというか冷静に譲り合いながら進めていくのがいいかなと思います。では実際に7分間時間を計りながら、サービスをしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらが、実際に私がお店でももちろん使ってますし、3次試験の練習の時に使っていた、器具になります。一つ説明だけさせていただきます。まずトレーですね。トレー、これはもちろん試験当日も使います。で、パニエットで、コルク入れる小皿と、ボトルコースターが2つで、このボトルコースターはこれ100均で買いました。ちょっと買うと高いので6枚セットとかになってるんですかね。なので、これで全然練習できたので、100均とかで買っていただければなと思います。で、ライトは、ペンライトですね。試験当日もこういうペンライトを使いました。で、ホスト用の、グラスに、テイスティング用のグラスですね。で、デキャンターなんですけれども、試験当日はおそらくもう少し縦長のデキャンターを使うと思います。で、紙ナプキンという感じですね。で、練習の時はあとタイマーを用意しておいてください。もちろん毎回時間を計って、もちろん携帯とかでも大丈夫なので、7分間なので6分で設定をして、タイマーを計ってやるという感じですね。はい、でワインなんですけれども、ワインは当日も、これは木箱に置いてるんですけれども、ワインラックのようなものがあって、そこに十何本ワインが刺さっている状態から1本取り出してサービスをするという内容になってます。で、実際にこれ
これシャトー・タサン2018年産、これはあの2020年私が実際に試験を受けた時に使ったボトルになります。で、試験が終わった後はデキャンタからもう一度ボトルに移し直して持って帰ると思います。お持ち帰りくださいって言われますので、で、まあ、これはちょっと空いているので名前はちょっとシャトー・タサンで今回実技の動画を撮りますけれども、実際に今回コルク開けるのは、このボトルで開けさせていただきますので、名前だけちょっと変わってますけれども、それだけご了承ください。かしこまりました。シャトー・タサン2018年産、ただいまご用意いたします。お待たせしました。こちらご注文いただきましたシャトー・タサン2018年産でございます。こちらのワインですが、デキャンタージュをさせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。健全でございます。少々お味見をさせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。今とても素晴らしい状態です。
ございませんでした。コルクでございます。お味見をお願いいたします。それではごゆっくりどうぞ。コルクはお下げしてもよろしいでしょうか。失礼いたします。終了しました。はい、以上がソムリエ三次試験のサービス実技の流れになりました。まとめですけれども、最終、テーブルの配置はこういう形になると思います。試験官の前にテーブルが一つあって、自分たちの、受験者の前にも自分の作業スペースがあるという感じですね。で、なので試験官の目の前のテーブルまでグラスを持っていったり、デキャンターを持っていったりという作業はなかったです。このスペース内で完結をするということです。で、ゲストもいらっしゃらないので、試験官1人、ホスト1人に対してグラスを1つという指示です。で、デキャンターに関してもリンスの指示はなかったです。リンスは必要ないということだったので、そのまま直接注ぐ感じになります。で、あと光源ですね。光源は、今回ライト、こういったライトを使いましたけれども、試験当日もおそらくろうそくではなく、こういった後ろにボタンがついているライトでやると思いますので、つくかどうかだけ確認をして使っていただければと思います。ソムリエ三次試験サービス実技なので、目の前に試験官もいらっしゃって確かに緊張はします。ただ本当に20回30回と練習をすれば、必ず頭で覚えてなくても体が覚えているので、実際僕も飲食店やっているので、こういったワインの提供とかいう場面ももちろんありますし、私自身が料理作っているので、そのワインと料理とのペアリングの説明とか、そういう面でもソムリエ試験ですごい資格というのは役に立つ資格だと思いますので、三次試験必ず合格をして資格を勝ち取っていただければと思います。ありがとうございました。